ソフトバンクモバイルのデジタルフォトフレーム、PhotoVision HW001S デジタルフォトフレームとは、デジタル写真の表示に特化したディスプレイ。フォトプレイヤー、デジタル写真立てなどと呼ばれることもある。デジタルフォトフレームは、デジタルカメラや携帯電話などで撮影した画像データを表示する専用の情報機器の一つで、基本的にはそれ単体で完結した製品ではあるが、前提として内蔵された記憶装置かメモリカードなどに画像データを記録する必要があり、その意味では他の情報機器と連携して使用することになる。その多くでは液晶ディスプレイを前面に備えており、ここに画像データを表示する。JPEG 画像などパーソナルコンピュータで扱える画像データ形式に対応することから、撮影機器からだけではなく、インターネット経由などでパソコンに取り込んだ画像データも扱うことが可能である。基本的には複数の画像データをスライドショーの形で一定時間ごとに切り替えることが可能であることから、従来のフォトフレームにはない利便性を備える。これらの機器はデジタル写真用のフォトフレームという位置づけから写真立てのような外観を持つ製品が一般的だが、携帯機器としての製品も販売されている。内部的には情報処理機能を持つコンピュータとしての機能を持ち、これを駆動させる電源を必要とし、多くの据え置き型製品では AC アダプターから、携帯型のものでは充電式内蔵電源や乾電池などから電源を得ている。画像データを蓄えている内部記憶装置か、メモリーカードからのデータを呼び出して、前面の表示装置に映し出すが、メモリカードを使用する機種ではそれらに対応したメモリーカードスロットを持ち、またそれ以外でも USB ソケットを持ち、USB メモリなど他の携帯の記憶媒体に対応した製品も販売されている。また Bluetooth に対応して無線通信でデータをやり取りできる製品や、無線 LAN でコンピュータネットワークに対応した製品、さらには移動体通信端末としての機能を持つ製品など、様々な製品が出回っており、多機能化も目覚ましい。こういった多機能化の一方では、静止画像のみならず、MP3 などの音声データや動画やアニメーションに対応する機種もあり、また、デジタル写真以外にも、時計やカレンダーを表示する機能など、様々な付加価値の付与が行われている。こういった傾向では、デジタルメディアプレイヤーと曖昧化する製品も見られるが、携帯型 DVD プレイヤーやデジタルメディアプレイヤー、デジタルオーディオプレイヤー、携帯電話など様々なジャンルの製品のうちにもデジタルフォトフレーム的な機能を備える製品も少なくない。デジタルカメラの普及に合わせて登場したものの、当初はあまり普及しなかった。しかし1999年に撤退したソニーが2008年に再参入したことなどから急速に普及が進んでいる。ソニーの他には、富士フイルムなどが参入している。2009年以降、携帯電話キャリアがデジタルフォトフレームと専用の通信サービスを提供している。NTT ドコモのお便りフォトサービス、ソフトバンクモバイルのPhotoVision、AU のPHOTO-U SP01 がある。これらはデジタルフォトフレームに3G 無線通信モジュールを内蔵しており、携帯電話とは別に回線契約が必要となっている。専用のメールアドレスで受信した画像ファイルを表示するなどの仕組み。回線を解約しても通常のデジタルフォトフレームとして使用することは可能である。また、キャリア契約は不要で無線 LAN 機能を用いた同様のサービスもある。多くのベンチャー企業による商品が混在しているが、その他携帯電話を利用できるサービスにMagicSyncを用いて基本料金なしでの通信サービスも提供されている。トランステクノロジーの TGP-701MG は基本料無料で携帯電話を用いた無線データ受信が可能である。これは回線契約が不要であるが通信量に応じた受信料金が別途必要となる。ここでは店頭向け市販品を主体とした商品を発売、販売している企業について挙げる。比較的機能重視である日本のメーカーのものとは異なり、日本では標準搭載となりつつある受容自動調整機能がないのが特徴。ありがとうございます。